週刊女性紙面からお伝えします。若林文恵31歳、日経記事1700回投票から半年、すっかり反省したかと思ったら、また自身のブログで激二文に原作者山本誠二氏74歳盗作そのものを、まさかまたやっちゃったと目を疑いました。若林のブログの読者、カリスマ美人トレーダーとしてテレビやラジオ、雑誌で活躍している若林文恵、そんな彼女のブログ文の株が良きの記事についてある疑惑が囁かれている。問題となっているのは1月7日付の記事、書かれた内容が株式評論家山本清司さんのホームページの1月5日付記事とそっくりだったんです。証券会社社員が証言、若林といえば昨年6月日本経済新聞社のグループ会社の記事を1700回にわたって無断使用していたことが発覚、謝罪して記事利用相当額を支払うという盗用騒動を起こしたばかりだ。今回の疑惑について本人に問い合わせてみると、意味がわからない、去年あんなことがあってね、人のものを盗用するなんてありえないですよ、人のブログって全然見ないからわかんない、どんな人ですか山本誠二さん、どんな字、普通に新聞に書かれていることを書いてコメントを書いただけですと矢継ぎ早に自らの正当性を主張するばかり。しかし問題の両記事には偶然と思えない二つのキーワードの一致が、一つは GMAC、 自動車大手 GM の金融子会社で GMAC とアルファベットで表記するのが一般的、 GMAC と書くのは珍しいことなんです、金融関係者が証言。二つ目は5000億円 GMAC に注入された公的資金の額なのですが、山本さんが打ち間違えたのではないでしょうか。正しくは50億ドル、もしくは約4500億円と表記されるものなんです。つまり、若林さんは山本さん流の表記やミスごと盗用しちゃったと別の金融関係者が証言。念のため編集部は、同じ内容について書かれた新聞やブログを100以上調査したが、この2つが一致するものは他には見つけられなかった。記事のオリジナルとされた山本氏は、全く盗作そのものと呆れ返りながら語ってくれた。実は、私のところにも直接盗作されていますよという内容のメールを一部の方からいただいています。けしからんですよ。山本氏は訴えることは考えていないというが、日本大学法科大学院板倉博士名誉教授箱を解説する。文章が全く同じでなくても、内容が酷似していれば著作権法違反です。重い場合は、10年以下の懲役と100万円以下の罰金の両方が課せられます。相場の見方は強気の若林も、これには強気で、